もうアルバイトとかも全くしてなかったんで、なんでその間に200万ぐらい借金作って うまい。お、ちょっと僕らが知らない沼津の色ってあると思うんですよ、うん、海に限らずいろいろと、まあ、野菜もそうですし、それをぜひ使わせてもらいたいなと思って。格安でお願いします。あの本店のもと、あのそばすると22杯、一応目標としてたのは44杯。全然半分沼津の方が意外と来てくれてないんですよね、沼津でやってるお店なのに。販売しました。すごい、いい流れですね。めちゃくちゃ渋滞してました、ここが。この沼津うどんを食べようと思ったお客さんたちがやっとこうやって来てくださるようになったなとちょっと実感しましたね。とりあえず2月末まで頑張って資金抜きたいと思います。最後の1週間は正直めちゃくちゃ緊張してましたね。すごい緊張してて、さあ最後の1週間始まるぞっていうその前日の夜とかちょっと寝れなかったですね。ここまでいろいろいい流れで来てて、最後の1週間だけ急に来なくなるみたいなこともありえるわけじゃないですか。で実際オープン当初、まあもちろんコロナの関係でとかっていうのもありましたけど、もう全く来なくなったっていうのがやっぱりあったわけなんで、めちゃくちゃ怖かったっすね。最後の1週間の1日目始まりましたってなった時にすごく安心したんですよね。で多分ですけど、まあその SNS とか頑張ったっていうのももちろんあるとは思うんですけど、よりねできる限りの地域密着をするためにそのクラウドファンディングでウォーキングした時もありましたし、お店でもクラウドファンディングを使ってリターンをいろいろ工夫してみたりして、やっぱり芸人っていうのもあるんで、そのお店で一発ギャグやりますよとか、面白動画送りますよとか、なんかそういうのをいろいろ工夫してみたりして、やっぱり面白がって支援をしてくださる方もいらっしゃるんでね。でなんかそういうなんか沼津うどんっていうこのイメージを、あなんか楽しそうなことやってるなみたいな、わちゃわちゃやってるなみたいな、 SNS とクラウドファンディング使ってそういうイメージを作り上げれたのが良かったのかなって思いましたね。最後の1週間あとはやっぱり一昨年解散してピン芸人になったばっかりなんで、沼津うどんの最後の週あたりに単独ライブを入れて、まあ新ネタを8本ぐらい、すると感情が忙しいなと思った。いや息子も言ってる親子、いや見づらい見づらいな、超えない
芸人として頑張ってるからこその沼津うどんみたいな、沼津でやってる意味。単独ライブを、まあ、正直ちょっとスケジュール的にも沼津うどん行った後にネタ作ってとか打ち合わせしてとかっていうスケジュールになるんで、結構きつい時もあったんですよ。で YouTube もやったりしてますし、うわーって思う時もあったんですけど、ネタをやっていきたいし、でネタで頑張ってる芸人だからこそ、その沼津うどんという新しい試みにも応援してくださる方が来てくれるんじゃないかなって思うんですよね。だから食いしばってでもやるべきだなと思ってやりました。まあ、この沼津うどん山椒さんとのコラボが最終日を迎えて、最終日あっという間、ちょっとツイートするから、はい、あのお客さんはもう呼んできてますよ。え、多分並んでくださった自由飯できたんです。まあ、小盛りですね、本当小盛りで、あの最後の出汁を使って雑炊飯にしてもらったり、で終わった、よかった、やりきったっていう達成感はねすごくあったんですけどね。ありがとうございました。お気をつけてお送りください。ありがとうございます。終了いたしました。後半になるとね、沼津の人たちも徐々にこうやって盛り上げる活動してるんだみたいなことで駆けつけてくれる人も結構増えてきましたね。いろ、はい、んな方が来てくれました、よかった。なんか物珍しさだけじゃなくて、はい、本当に俺も盛り上げたいからっていうので来てくれる人たちもね結構いらっしゃいましたね。疲れましたね。疲れた、疲れすぎて、はい、はい、この沼津うどんを作った意味っていうのは、この寛平師匠とも一緒にお話しさせていただいて、沼津を盛り上げていきたい、で沼津に恩返しをしたいっていうのがやっぱり心の底にあるので、こちらがお世話になってます。沼津に恩返しないから、なんかただの劇場から発展した一つの企画だったみたいな、なんかそういう風にはしたくないなと思って、沼津市には沼津うどんがあるんだよみたいな、 B 級グルメみたいな感じにしていきたいんで、これで終わらせたくないなとは思ってるんですよね。まあなんか劇場から発展した一企画、そういう風にはしたくないので、沼津市といえば沼津うどんって言われるようにやっていきたいなって思うんですよ。だからこの沼津うどんのもうほんと新店舗を構えて、沼津うどんを B 級グルメとしてこの先レシピも公開していけるようになっていきたいなって思うんですよね。まあ、沼津に観光するときに、あ、そういえば沼津うどんもあるね、ちょっと食べに行こうよっていうね、その選択肢の一つになってもらうために、ちょっともっとさらにやっていこうかなと思います。めちゃくちゃ難しいと思いますけども、お店を構えるっていうのはやっぱせっかくね寛平師匠とそして地域の皆さんにね応援していただいてるので、それは無駄にはできないなって思いますね。はい。